おはようございます。松並悟です。今日も優しく学習をしていきましょう。今日はリハビリですの障害の捉え方についてお話ししていきます。一番初めの方にねやるやつなんですけど、タイトルにあるみたいに関与する人を覚えておくとむっちゃ得です。なので今日はねこの障害の捉え方についてやっていきますので、よろしくお願いします。はい、では早速いきましょう。はい、ではポイント3つです。1つ目、左手なら左手、この手がダメだったらこの手の中の話になります。2つ目、左手がダメなら右手ですね。こっちがダメだったら今度こっちに関係します。はい、3つ目ですね、左手も右手両方ともダメなんだったらその周りですね、その人以外で考えましょうっていうのはこれ考え方。なのでこれね、また後で1個ずつ解説していくので、なんとなくねポイントを押さえておきます。はい、ではね、障害レベルの分類というふうに書いてあるんですけど、分類はですね2つです。1つは障害に対して見ているのか、もう1つは生活の機能に対して見ているのかです。1つ目は、ICIDH、5つ名前がね、じゃあアルファベット5つありますけど、ICIDH というやつなんですけど、国際障害分類って呼ばれるやつと、ICF ですね、国際生活機能分類という2つあります。中でもですね、あんまり障害っていうのをね、メインで言うと良くないっていうことで、今はね、ICF が、主流になります。はい、というわけで、一個ずつ見ていきましょう。はい、まずね、臓器レベルって書いてある機能障害って書いてますので、これがですね、ICIDH の話です。障害を目線にしていくということです。で、反対側じゃない。右側に書いてある、心身機能と、身体構造って書いてあるのは、これが ICF の話です。なんで、もうね、一緒にしています。一個にまとめてあるとこんな感じです。ちょっとね、あまり良くないとは思いますけど、わざわざ分類しての一個にまとめているのでね、まあまあ参考程度にしています。はい、読んでいくと、運動とか感覚、あとは工事、機能障害、あとは変形、切断などにより、解剖学的、生理学的の機能を喪失ですよ。はい、よくわかんない。ね、言葉にするとわかんないので、何かしら障害があって、例えばそこの場所をお話ししてますよ。っていうだけでいいです。なので、治療の原則は障害そのもの、手が動かないんだったら、手のところに障害があるので、ここの障害に対してアプローチしますよ。もしくは、そこの手が障害されていることによって起こる合併症を治療の原則としています。はい、じゃあ、どんななるの？手が動かなかったら手を動かせるように手術しましょうっていう手術とか、あとは手が動かないとか、なんか動かないところによってずーっと圧迫されていると、玉層とかね、床ずれですね、だったりしますので、それの治療であったりとか、動かないから動かしてあげるような関節の訓練、動かないっていうのをね、回復する訓練とかしますので、これが治療の例になっています。じゃあ、今日ね、タイトルにもあったみたいに、人をね、覚えておくと、むっちゃ得って言いましたので、じゃあ、これをする人って何ですかですね。手術とか関節をこうやって動かしてあげるのって誰っていう状態です。それは手術だったらお医者さん、関節可動域の訓練とかだったら例えば理学療法士さんとかね、いうのになっている。例えば動かないところに対して血流を良くしてあげようって言ってマッサージをするんであれば、あんまマッサージ師さんもこういうところのね、治療の原則のところで言うとそこにも関わり合いますよね。なので、そういうふうにね、ここだったら、ここに対してのアプローチする人が関与する人っていうのをね、覚えておいてもらえたらいいかなと思います。はい。じゃあね、今度ね、左手なら左手。その次、左手がダメなら右手っていうふうに書いてあったんですけど、その次の2番目。
左手がダメだったら右手という話なんですけど、個人レベル、能力の低下、あとは活動というふうになります。この活動っていうのがですね、とても大事で、さっきだったら手が動かないから手が動かないっていうだけなんですけど、じゃあ手が動かないから何ができないのっていうふうな考え方です。例えば、右手が動かないから、ご飯が食べにくいとかっていう話がここの2のレベルになります。で、一生懸命1の臓器レベルの段階で手術とか関節のね、こういう運動とかを一生懸命するんですけど、そこをやってもそれ以上良くならない。良くならないから、じゃあ、他を使ってできるようにしてあげようっていう考え方が2番目です。なので、機能障害の結果として、個人として ADL、日常生活動作上の活動動作が不自由ですよ。なので、治療の原則は、残存機能によるこの代償ですね。右手がダメだったら左手。左手がダメだったら右手。みたいな考え。代償ですね。あとは、装具とか、義肢とかっていうのが活動するのが。で、治療の例としては、残存の筋肉の強化。なので、右手がダメになったから、じゃあ左手使えるように練習しようとか。ね。車椅子の訓練。足が動かないんだったら、車椅子に乗って動けるようにしよう。右手がダメだったら左手に変えよう。利き手交換ですよね。杖つきましょう。装具をしましょう。などになります。じゃあ、これに携わってるのは誰ですか？作業療法士さんがメインになります。義肢とかを作るのもそうですし、こういったのをね、するのが作業療法士さんがメインですよ。っていう考え方ですね。一個ね、その次のリハビリのね、ステップが、次に進んだよって感じです。そこのところがダメだったら違うのに代償しようっていう考え方ですね。なんでっていうのは、左にも載ってますけど、日常生活の動作、日常生活を過ごしやすいためには、例えば右手がダメだったら右だけに固執するわけじゃなくて、左手もね、使ってもいけるんだったらそっちでも行こうっていう考え方ですよね。はい。ないもので考えるんじゃなくて、あるものを使おうっていうやつ。はい。ADL 上ってありますけど、日常生活動作ってなんかね、これわかりますかね、書いてありますけど、全部でね、6つあります。大体僕が教える時とかは、朝起きてすることをね、連想してくださいっていうふうに言います。まあ、答え言っとくと、一番初めはね、キー動作ですね。キー動作、起き上がること。で、何々道って書いてあるのはこれ移動。で、トイレ。で、何々用はこれ西洋。で、食事、行為です。例えば、朝のね、連想してくださいっていうのは、朝起きました。起きたら移動して、トイレを済ませました。トイレしたら手を洗って、顔を洗って。これが西洋ですね。その後、食事して、着替えてっていう動作。これが、日常生活動作。なので、自分のね、朝起きしなの状態を当てはめてもらったらいいかなと思います。たまにね、食事抜ける人いますけれども、食事も入ります。はい。じゃあね、最後ですね、社会レベル。はい。社会レベル、社会的不利、参加っていうふうにあります。国家試験で言うとですね、活動と混ざったりしますので、社会活動とか言ったりしますので、ね、なので、社会参加です。これ間違えないでくださいね。能力の低下の結果、社会参加や、社会との関わりにおいて不自由ですよ。原則としてはね、改善。これは環境の改善。機会均等って書いてます。障害があるからといって機会が奪われる。例えば、働く機会が奪われることもないように。障害があるからって言って、どっかに出かけられないようにとかっていうのはないようにですね。平等になるようにっていうやつ。なので、家の中のね、手すりをつけたり、障害の年金をね、持ったり、デイサービスを利用したりとかです。介護支援、
専門員とかって書いてますけど、もちろんね、他にもいっぱい関わり合いがありますけどもね、はい、住宅を直す人とかも当然関わり合いになります。はい、わかります。じゃあね、最後に、はい、医学的リハビリテーションに関わる人っていうのがそれぞれ書いてます。まあ、リハビリテーションね、医学的リハビリテーションと、教育的リハビリテーション。職業的リハビリテーション、あとは社会的ですね、はい、リハビリテーションって4つありますけど、基本的にはね、教科書上、医学的リハビリテーションがメインになってますけど、まあ、こんな人が関わりありますよ。機能とか、能力低下を主に対象にしているのが関わり合いになる人です。まあ、こんなにいますよっていうことですよね。はい、いっぱいおられますけども。なので、例えばね、他にも関わり合いになる人いっぱいいるとは思います。例えば、ご家族でもそうですしね。はい、なんですけど、ソーシャルワーカーってね、言葉ではなんとなく聞いたことあるとは思いますけれども、生活指導員です。日本語で言うと。で、その中に、例えば、社会福祉士さんが入っていたりとかね、いうのがあったりしますので、まあ、参考程度にしていただけたらなと思います。今日やった範囲はこんな感じです。はい。いかがだったでしょうか。今日はね、障害の捉え方、主に人を、考えるようにしておいてもらうと、先ほどのね、医学的リハビリテーションに関わる人っていうのもね、結構いっぱい出てきます。逆に医学的リハビリテーションのところをしっかり関わる人を覚えておいてもらうと、どこに通ずるのっていうのが分かるようになってきますので、またね、一回参考程度にしてください。はい。じゃあね、今日はこれで終わります。またね、バイバイ。